お疲れ様です。扉のドアがなかなか閉まらなくて。おお。あ、これ部下です。なあ、了解です。ちょっと待ってください。はいはい。ヘリのエンジン切って待機しといて。ヘリのエンジン切って。はい。ここで待機ね。すいませんね。いや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 。お話とは？あ、いや、お話ってことじゃない、本当世間話ですよ。ああ、世間話か。はい、最近アカデミーの傭兵も10人ぐらいになって、うん、コンシェル解散したじゃないですか。うん、あそこの半グレの子たちがちょうどそのまんまアカデミーに所属になって、うん、なるほど。なんで傭兵とかもいつでも行けますよってお話を兼ねてしようかなと。うん、私はアカデミーに入ったとしても、その傭兵コンセル、はい、元コンセルの人間を狙うつもりですよ。あらららら、うん、まあ、そこに関してはうちは何だろう、このギャング間のやり取りに関しては一切関与するつもりはないので、うん、仕事がアカデミーになったっていう話ですよね。あ、そうですそうです。だからアカデミーの従業員になったみたいな認識で大丈夫だと思います。それで、ナシマさんはその人間に対してこう何か しないでほしいみたいなことがあるのではないんです？いや、そういうわけじゃないですよ、別に。なんかその、もともとギャング時代のいざこざを、なんだろう、どうこう、僕、それこそ僕ってギャングじゃないですし、うん、口を出せる立場ではないと思ってるので。なるほど。はい、まあ、強いて言うなら、もし従業員がいなくなって仕事が回らなくなったら、その原因を探して認知する必要はあるなと思いますけど。認知というの？まあ、それこそいわば営業妨害に当たる可能性もありますし、まあ、状況とか場合にもよると思うんで、うん、とりあえず何が起きたか、何があったかっていうのを理解するというか、調べたりする必要はあるのかなとは思います、うん、なるほど。はい、やっぱ傭兵業成り立たないとね、いろんなことが成り立たなくなったりはするので、うん。でも、それで例えばそちらの組織からの支援を一切切られたとして、うんうん、でもやるべきことはやるべきだと私は考えてます。まあ、ちょっと本当に何があったか分かんないので、僕からすると。ああ、何があったというか、なんかもともと揉めてて、ちょっと待ってください。そのまま解散になったから、じゃあなかったことにはならないよねっていう話で認識してます。まあ、なんとなく言えば、ちょっと待ってください。はいはい、スタゲンでお願いします。お待たせしました。はいはいはい。ですね、うん、別にそのなんて言うんだろう、例えばじゃあ他のギャングに入ったりしてる子もいるだろうし。はいはい、いろんな人いますよね。うん、まあ、それはそれで個人の自由だと思いますよ。はい、私はそのギャング、自分のギャング像、各々の組織のギャング像があっていいと思ってます。はいはい、そうですよね。うん、だからコンセルジュがどういう理念でね、動いてたか、うんうん、というのは彼らの自由です。そうですね。どういう理由で解散するかもこっちの知ったこっちゃない。うん、だとしても因縁のようなものが私以外の人間、まあ当然うちも組織なんで、
やられたことに対して鬱憤不満はたまります。まあそれはそう。その鬱憤不満を解消することもできずに、向こうがギャングで亡くなった、じゃあ解散してしまったから、じゃあそれはなかったことということは難しい。はい、おっしゃる通り。もしそれに後ろだってというところがあったとして、じゃあそこの関係値もしっかり、例えば名島さんのところで、これから取引をいろいろされるというふうなことだと思います。だからじゃあアルカナのところに入ったら、じゃあ後ろ盾ができたということで、じゃあこちらも何もしない、おばちゃん救急戻ったというのも考え方の一つだと思います。あ、今戻ってる。まあ僕だったらそれは難しいと思いますけどね。じゃあなかったことになるのかって話してます。あ、そうです、そうです。だから別に覚悟として、うちの組織がもしそのアルカナのそのアカデミーのその従業員の元コンセルジュのメンバー、この人間に何かしらの害を加えたとして、それによってアルカナもしくはファムファタール、そちらからの取引、こういったものができなくなってしまうという覚悟で臨むべきだと思っています。はい、まあ、そこに関しては本当にまあ最初に言った通り、ヤング同士の揉め事とか男子に対しても僕は武力関与するというか、どちらかを助けるみたいなことをするっていうのは、僕がギャングじゃない以上難しいので、うん、なんか本当好きにしてもらえたらなっていう、まあ、何の理由もなしに、いろいろあるでしょうしね。んただ僕が言ってるのは、うん、それによってうちの事業に支障が出る、うん、とか損害を被る形になった解決策だと、市としても黙ってはいられない部分はありますねっていうだけで、うん、で例えばそれがなんだろうな、もうこの町からこの町にいられないぐらい追い詰めるってなったら、さすがに僕もそういうわけにはいかないなと思うんですけど、まあ、例えば本当に安直な考え方だと、じゃあ詫びとして10億払ったら許してやるよとか、これやったら許してやるよみたいな、その落としどころがどこになるかに関しては、うん、うちは関与できないので、まあ、落としどころの関与、はい、もう本当結局そのギャング間のやり取りって、うん、終わりが来るまで終わらないじゃないですか、当たり前だけど、うん、絶対にこの町からいなくなるぐらい追い詰めて殺して埋めてみたいなことをして終わるのもできますし、重力を用意したらそれで終わりとしてやるってこともできると思うんですよ、うん、年どころに関してはね、その物事に関しては、まあ本当に物事を知らないのでどれが季節かみたいなのはわからないですけど、うん、ただ場合によっては、あの要はそれによってうちの従業員がの、まあ、5名かないるので、今その5名がいなくなったことによって傭兵業やあの武器を販売する支障が出た場合は、としても動かなくちゃいけないなってだけです。うちはね、支障が出てるんですよ、はい、あららら、うん、まあ、本当にここは問題がわからない、僕には何があったか、その当事者間で何かがあったかは関与できないので、うーん、まあ、お互いが納得いくというか、まあ、今だとモズの方が納得いくことをすべきだと思います。もちろんギャングとしては正直な話をしましょう。はい、私はこの町にいる犯罪者、うん、その彼らの気持ちは十二分に理解できる、うんうんうん、それが半グレだろうがギャングだろうがマフィアだろうが関係ないです。はい、シンプルに私は自分が何もされてない状況で何かを仕掛けるということは基本的にはしない、うん、まあそうですよね。そのわざわざどこかとの関係が悪くなってでも行動しなくちゃいけないぐらいのことがモズ側に損害があったんだとは思ってます。いや、ギャングであればお互いがぶつかった時にどちらかが敗北すれば、もしくは追い詰められれば損失が生まれるのは当然。そうですね。だからうちとして損害を被ってるのは当然なんです。だから損失を被ってることを言ってるのではなくて、損失を被っている状態で落としどころもなく
いなくなってしまったという状況なんですよね。ええええ、それに対して筋を通そうとしてくれたのがコンセルのボスです。彼は部下思いで私に筋を通して元部下を狙うんだったら僕に来てくださいというふうに懇願しました。ほうほうほう。で、なんなら金も積むという話も出ました。だから私は金が欲しいわけでも、ね、その元ボスを殺し続けたいわけでもない。じゃあ逆に元コンセルのメンバーを一生狙って殺し続けることができるかと言ったら、私もそこまで暇じゃありません。うん、ギャングとしてのその思惑、自分の思想はある程度こう、まあ、出しておくべき。私はこう思ってる、こうしたい、こうするつもりだ、やるやらないはあとは相手の出方でも変わってくる。そうですね。もしくはそれに関わる人間によっても変わってくると私は常に思っています。はい。だからもし例えば今回ね、元従そのギャングのメンバー、それを従業員として引き取った、彼はすごいそのナッツメ君、うん、すごくいい手だと私も思います。ええええ、そこで新しいそのメンバー、元メンバーが新しく組織を見つけることができれば、それは彼らにとってもいいことになると思いますし、はい、実際に自分が持っている経験を生かすことができて、お互いにウィンウィンの関係性を築くことがきっとできるでしょう。はい、だとしても、うちがその元コンセルジュのメンバーを雇うことはないというのは思いがあるからです。そうですね。理由とかね、思い。じゃあその雇わないだけで、ただあいつらには遺恨があるからなって言って何もしないっていうことではなく、例えば話し合いの場をわざわざ設ける、元メンバーその半グレに対して、もしくはアカデミーの生徒になったからといって自分たちからそういう話し合いを設けるかといったら、そういう動きをする必要はないと思ってます。詰められたり殺されそうになったりすることによって、話をさせてください、ああじゃあ話をしようかっていう流れがあると私は思っているので、私は常この姿勢を貫いてます。はい。なのでそちらに損失が出るか否か、それはわからない。うん、実際にその生徒、もしくはその傭兵さんを付け狙い続けて殺し続けることができるかどうかもわかりません。ええ、ただ見つけたら面白くないので、何かしらの害を加える、まあ害といってもその俗に言うね、圧力をかける可能性は現状はありますよね。はい、まあそこに関してはギャング間の問題というか、うちはギャングじゃないですから、ただのビジネスなんで、ギャング間の問題に首を突っ込んだり、あのどっちかにね、ビジネスの話でもないのに肩入れすることはないですよ。であればよかったです。結局ね、その逃げて終わりっていうわけにはいかないと思うので、僕も元ギャングでしたし、私はそう見えるんですよね。まあ夏目くんと話していろいろ感じたものもありますし、夏目さん賢かったですよね。それ、そういう未来を見据えてたなら、あの解散する前に話しに来たんですよ。ほう。あのそもそも解散をするしてない段階、あもうしたのかな、 してないか、ほんとするかしてないかぐらい、多分してなかったと思うんですけど、うん、いやしてたのかな、解散してすぐかもしれないです、うん、ぐらいの言い方で、最終日いわばコンセルという形が残っていた、うん、にお願いできないかってで紹介してもらって、あ本人の意向がそうならうちはいいですよっていう感じだったんで、その後に今この話を聞いてるので、だとしたらそこまで見据えていたなら、夏目さん賢かったのかもしれないですね。夏目さんから連絡がなかったですか？夏目さんから連絡があったのは昨日かな？昨日？あの今回の件も一応軽くは聞いてたんですけど、うん、こういうことになるかもしれませんみたいな、うんうんうん、連絡をもらったのが昨日で、
で、解散するかしないかの日がもっと前ですね。もっともっと前。もっともっと前。5月の29日ですね。ああ、まあ、言うてもっていうところですよね。でも、そうなると面白いですね。あらら、ちょっと僕には見えてない何かがきっとあるんでしょう。いやー、非常に言う、なんか、なんだろう、いいお話だと思います。その聞けあたら、内容として。ああ、本当ですか。うん。よかったです、よかったです。ただ、これに関しては、別に、名島さんから聞いた云々は話すつもりはありませんし。ああ、本当ですか。どちらでも。難しいんですよ。大変ですね。でも、じゃあ、ね、名島さんが半グレの子たちをアカデミーで育てるというふうにやってる理念、これって居場所や、こうなんだろう、生きる道を示す仕事ですよね。そうですね。行き場に困らないように。場合によっては、そのギャングとの対応の仕方とかも、もうそういうのをアドバイスされたりするのではないんですか？質問があれば、基本的に戦闘面以外は聞かれたら、相談したら答えるっていうことが多いですね。結局なんかその見えない道を教えてあげたいわけではなくて、目指す道？見えても進んでいいかわからない道を進んでも大丈夫だよって言ってあげるのがうちの仕事だと思ってます。なるほど。その道を探すの自身は本人の行動というか考え方というか生い立ちによると思うので、そこに関して僕がどうこうするのは一切ないですね。だって関係ないですから。なるほど。見聞の、今後の見聞のために教えてください。もし名島さんがギャングだの、マフィアだの、だったとして、例えば車でぶつかってきたり、引かれたりとか、もしくは非常に馴れ馴れしかったりとか、まあそれは人によってあれでしょうけど、ちょっとこう軽視するような発言だったりとか、そういうこ舐とをめらされたてる場よう合、まあ甘く見てる、な。舐められてるっていうふうには、まあよくこの街では聞きますけど、私は甘く見てるというふうに言うように気をつけてます。甘く見てる、甘く考えてる、そういうふうなこうやつがいるなっていうふうに思ったら、もし名島さんならどうされますか？まあその、なんでそうしたかとか、なんでそうしてるかわからないですけど、銃を手に持ってお話を聞きますね。なるほど。そうですね。やっ圧ぱ力りをかけるということですか？本人が今自分がどういう立場にいるかっていうのを一瞬でわかるかなって、銃を持って話を聞くだけで。で、それでも舐めてるというか甘く見てる、お言葉を借りると甘く見てるようなら、そのまま撃ち殺します。なるほど。あ、こっちが思ってないことだったり、人違いでしたでもいいですし、何かしら、まあまあそれならっていう理由があれば銃をしまってまたねってするし、って思ったらお金を払ってその場で終わることもあると思います。そこの温度を測るためにも銃を手に持ってお話を聞くって感じですね。なるほど。私は銃を持ってなくても銃を持っているような感じになることがあるので、参考になりました。なるほど。それもまた一つの手かもしれませんね。結局話を聞かないことにはね、思惑というのは感じ 取りきれないこともありますから、ヤング同士の方がむしろ分かりやすいですよ、そういう意味では。そうなんですよね。なるほど。わかりました。じゃああれですか、ギャングに行ったメンバーも同じように対応されるんですか、そのコンシェルから。まあそれこそボスの夏目さんは筋を通してたのか、筋を通してないけど今ギャングに行ってる人とかいたら同じようにするって感じなんですか。僕はそのオールインのメンバー、オールインに入ったメンバー、場合によっては話をつけに行きます。モンちゃんに行って。なるほどなるほど。ネマは、ネマが言ってるのは知ってます？いや、誰がどこに行ってるかああ、全そう然なん知でらすなか。くて、私ね、一応、元、ネマってうちの組織にいたんですよ。あ、そうだな。例えばそれは知ってます。
なんだっけ、僕が個人でアイリスの構想を見に行った時に、うん、いた気がする。そう覚えてます。そうなんです、はいはいはい、でももともとうちにいて、でヘリもこの間やり合って非常に上手になってましてね。そういう例えば安城とか、ああ安城もいますね。そうかそう、まあ、そういうのがあって、そのまあ安城とかは挨拶しに来てくれたり、ネマも挨拶しに来てくれたりということはあったんですけど、まあ、そういうなんだろう、そういう子たちであったとしてもそうしてあげたいんです。そのこっちとしてこう思ってるんだぞと、うん、じゃあここ解散したから声かけてくれたところに入れたからやった、この先安泰だではなくてね、こっちとしてはその遺恨が残る状態で止まっているんだよっていうのを、話だったり圧だったり行動だったりね、本人も。じゃあね、ただ自分の組織と例えばオールインとかアンブレラとかそういうところと比べたときに、うん、劣っている、まだ劣っている、武力的に連動的にというふうに思えば弱肉強食なんで、生き方対応の仕方は当然変えなくてはいけない、うん、そうですね。だから闇雲に引っかいたり噛みついたりするということもできない、うん、ので、まあ、話はつけてどうするのか、直接話をさせてくれって言って話をさせてもらうのか、それはまかり通るか通らないかっていうのは関係値だと思うんで、まあそもそもオールインとの関係値っていう感じですよね、本人との問題の。うん、まあどちらにしてもどうするのか、ね、行動に起こすのか否か自分一人で決めるということはできないので、夏目くんにはいろいろお話をしましたけどね。うん、それはじゃあ私が話した後の話は聞いてないんですね。話した後の話、昨日聞きましたね、解散の話を直接。はい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 、昨日？一昨日？一昨日かな？まあでも解散しちゃったんでね。まあそうですよね。あんまり解散だからしてないからで、そのハングル、今ハングレの子たちが、私振る舞いを変えるのも変ですけどね。そういう裏の社会に生きていくっていう決めた以上。ギャングと元ハングレって、元ギャングとハングレって違うとは思ってるので、元ハングレだったら許されても、あ、もうじゃあハングレだったら許されても、元ギャングだったら許されないラインってのはあるとは思いますね。だからこう私は対話を大事にしたい部分があるんです、ええ、だからその対話を仕掛けに来てほしいっていう思いはあるんですけどね。まあ僕からこういうことがあるからマンさんに話をしたいって言いに行きなさいっていうようなことはないですから、それはやめてください。もちろん見届けるだけです、ええ、だから本人たちの意思でそういうふうに話をこうね、例えばギャングもそうじゃないですか、ずっと殺し合いを続けていたら、ね、不毛になってしまうから、じゃあボス同士が話をして抗争で決着をつけるとか、うん、でもハングレにはそれができないのであれば、例えば良き頃合いで自分が例えば付け狙われるかもしれないというリスクを加味して、一回ちょっと話をさせてもらって筋通させてくださいって例えば言ってくれたとしたら、それ以上狙う理由にもなりませんしね。でもじゃあただね、その後ろ盾を得たから伸び伸びってなったとしたら、遺恨は残り続けるからという思いはありますけど、とりあえずすぐに行動に移すということはありません。なのでご安心ください。ここからは僕とバンさんだけの話にはなってしまうんですけど、ええ、僕はね、元コンジュレのハングレがどうなると僕には関係ないですから、僕はビジネスができればそれで大丈夫です。なるほど、それを聞けて私はこうなんだろうな、より
あなたが怖くなりました。いやいやいや、それはこうなる、話はこうなると思ってました、正直。だって、うん、ギャング間の争いに内金首を突っ込めることはないですから。でも例えばこのギャングと関わるお仕事を今後されるわけですから、ええ、そのアルカナとのお仕事がなくてもいいとはならないと思いますけどね。まあ、そうなった時がうちの寿命が尽きる時ですね、うん、そうならないようにビジネスをするのが僕はアルカナの生き残る道だと思ってます。おっしゃる通りだと思います。こんな大きくね、いろんなギャングと話してっていつ潰されてもおかしくないですけど、それが潰されないようにするのは潰れたら困るからっていう状況を作る必要があったんで。その通りだと思います。ええ、なのであのギャングを軽視してるとかギャングとやり合えるって思ってるとかは一切ないですよ。本当ですか？ええ、うちはビジネスです。素晴らしい。だから怖いんですよ、梨馬さん。いやいや、とんでもない、全然怖いことないですよ。知力は部に勝ります。勝てるといいですけどね。十二分にもう喉元までつつけてるんじゃないですか？そんなことないですよ。だって僕なんて、そうですか、本当に極端なことは今撃ち殺されて終わりなんてこともありえておかしくないですからね。まあこの町の医療は進んでますから、そんな簡単には死ねませんよ。まあもちろんね、ここでもし僕が死ぬことがあったら、そうなった瞬間に他の人に通達が行くにはなってますけど。ほう、なるほど。いや、もちろん。でも何もなかったら何も起きないだけですから。さすがです。いや、まあそのことに関しては、ああまあそういうことになったんだなぐらいで静観しておきます。うん。まあその半グレの気持ちもわかるんでね、元メンバーの気持ちも。だってボスが右向け右って言ったらその通りに従わなくてはいけないでしょ。そうですね、組織は、うん、でもボスが命令したから、じゃあ殺しました、じゃあその組織が解散してその殺したこと、その事実は消えませんよね。そうですね、よく引き金を引いたのはその人自身なんですから、うん、それが仮に殺し殺されだったとしても、お互いにこう踏み入れられない目に見えない壁があるのは間違いないですから、まあそこのところをどういうふうにその元メンバーの方が考えているのか私は分かりませんから、分からない以上はそういう姿勢を保つしかないんですからね、我々も。そうですよね、ギャングはギャングらしく、はい、ビジネスマンはどう思いますか？ビジネスマンらしく見てますよ。ギャングらしくって私よく考えるんですけど、はい、梨馬さんが思うギャングらしさとは何ですか？あ、この町においてのギャングで言うなら、うん、ギャング、まあ、ギャングも携帯いろいろありますしね、マフィア、チンピラもいますよ、うん、いればカラーギャングらしいカラーギャング、ストリートギャングみたいな人もいますし、うん、もうギャングらしさというか、まあ、やっぱ組織ごとにここはこういうギャングみたいなイメージというか、うん、なんとなくの雰囲気あるじゃないですか、はいはい、それに沿ってたらいいのかなって。地域交流が得意なギャング、まあ、要は GBC みたいな、うん、ここもいれば、いや地域交流よりもなんだろう、ミッションとか、うん、バチバチとか本当銃を手に握ってないと落ち着かないようなオールインみたいなギャングもいますし、うん、ちょっとファミリー感の強いギャングだとアンブレラもいるじゃないですか。そうやってみんな特色があるんで、まあ、さっきの車で引かれた甘く見られた時の対応も、うん、結局はギャングの色によるのかな。でどれもが僕は結構ギャングらしいギャングだと思ってますよ。なんだろう、属性が違うだけで。なるほど。どの人も職業はギャング、属性の色が違うっていう認識ですね。なるほど。まあただやっぱり正義は持っててほしいですね、信念。なかなか難しいですね。まあ僕だったら撃ち殺しますけどね、問答無用で。それが曲がり通るだけならいいですけどね。ギャングがギャングを殺すっていうのはどういうことか分かった上で殺してほしいし、うん、市民がギャングを舐めるっていうのはどういうことか分かった上で舐めてほしいし、
そうですね。それがわからないっていうのも最初はあると思いますしね。それを誰かがアピールしなくてはいけないと私は常に思っていたんで。それを見つけるまではアングレなんでしょうね。これはギャング像が見つかった時に自分の属性と一番近い属性のギャングに所属できるっていうのが一番いい道というか、うん、なんだろうなと思います。かもしれませんね。ええー、那島さん、はい、ギャングとではないと取引はしないということなんでしょうか。まあ半グレでももしブラックマネーを持ってこれるんだったら、うん、とは思いますけど。なるほど。このファムファタールとかのお店に関しては営業も、うん、なるほど。ですけど、まあただうちはビジネスですから、ギャング間の争いとかギャング間のなんだろう分立に関しては一切何もできないですけど、ビジネスマンにはねビジネスマンのやり方がありますから。おっしゃる通りです。必要なのはギャングであるかどうかではなくて誰かを払えるかどうかというところを重視してます。なるほど。ギャングである意味とかマフィアである意味とか最近そういうところにクエスチョンを覚え始めていて、私はね、まあそうですね、僕もね、ギャングでもなく白市民でもなく半グレでもないと思ってますからね。那島さんがですか。ええ、うーん、僕がというか、まあ、僕の組織がというかアルカナは。確かに何色にもなれますからね。ええ、どこかに何かを構えるってよりも点々とね、いろんなところでそこにあった形で成り変われるように自由な形を貫いてます。なるほど。まあこの命燃え尽きるまでは私もこの組織もしくはこの町にいるかもしれません、うん、もしかしたら私一人になることだってあり得る。そうなった時に取引ができるのかとかね。ああそれはもちろん、それはもう関係値があるじゃないですか。僕とバンさんという大家さえ持ってきてもらえば窓口は必要ないでしょう。もうそうですか。ええ、わかりました。はい、覚えておきましょう、ね、取引でもビジネスでもアルカナでも好きなのを選んでください。その時はわかりました。勉強になりました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。すいません、長々と。いえいえ、ではまた。また。大丈夫。はい、大丈夫です。眠くないか。ああ、はい、逆にワクワクしてました。ワクワク。はい。なぜだ。とてもお二人が楽しい会話をしていたので。どの辺はだ。まあ、そのコンセルの件、そして、まあ、那島さんの怖いとこ、うん、忘れてちょっと僕はワクワクしてました。なるほどな。はい、まあよく覚えておけだよ。はい、お前ももしうちがなくなればだ。はい、お前も半グレだ。違うか。間違ってないです、うん、このうちの組織でやってきたことというのがうちの組織がなくなればお前にも降りかかるだろう。はい、それは どこの組織にいてもきっと一緒だ。心象印象というのは各組織色がある以上は変わる。いいか、よく考えろ。発言、行動。私もボスとしてモズのトップとしてやってはいるが完璧ではない。他の組織のボスもきっと完璧ではないから。
平均的にできる者がいたとしても、完璧でないからこそ学び、考え、行動するんだ。はい。大事なのはよく考えることだ。だよ。わかりました。いいぞ。とりあえず今どんな感じだ？無線入ってるか今。無線は今、起きてるのは4人です。うん、衛星外が2人。誰だ？一郎さんと君とさんと T3 は寝ました。うんうんうん。でも作業をたらは多分一花さんかと。なるほど。一旦戻ろう。わかりました。解散前提だったっていうところなのか。ある程度のところまでは解散が決まっている状態でああいう動きをしたということか。面白い子だね。おっとっと。